にちは。ニュージーランド留学センターのエミリーです。今日は今のニュージーランドの状況を伝えていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。現在ニュージーランドはニュージーランド全土において新しいプロセクションフレームワークに移行しました。新しいプロセクションフレームワークではワクチン接種者にいろいろと自由が与えられるようになっています。前の動画でもお話ししたように信号が赤、オレンジ、緑と分かれていて、現段階ではニュージーランドの地域別にはよりますが赤とオレンジの信号になっています。先ほども言ったようにワクチン接種者に対してはとても自由が多く、少しずつでありますが日常に戻ってきたなというふうに私自身も実感しています。ワクチン接種に関しましては今は 90% をクリスマスまでに達成できるように目指しています。今ニュージーランド全土においてはワクチン接種率が1回目は特に 90% を超えており、そして2回目ももうすぐで 90% に達する見込みです。そしてブースターショットのアナウンスメントもありました。これは11月の29日から開始され、条件としては18歳以上であること、そして2回目の接種から6ヶ月以上が経っていることが条件です。ニュージーランドのワクチン接種は現段階ではファイザー社のみとなっていますが、将来的にはアストラゼネカも入ってくる見込みです。そしてワクチン接種者に対していろいろと自由が多くなったと言いましたが、ワクチン接種の証明をするワクチンパスポートも導入されました。ワクチンパスポートはウェブサイトの方からダウンロードすることができます。今のシステムでは一部のお店、飲食店で提示する必要があります。現段階のオークランドの街の様子です。人通りもだいぶ多く増えてきました。レストランなどでは毎日とても賑わっているように見えます。マスクはまだ着用義務があり、街でもマスクをしっかりとしている人が多く見受けられています。レストランや飲食店ではトイレやお手洗いに行く際にマスクをすることが推奨されています。私自身も何度かレストランには行ったんですが、しっかりとそのルールを守っている人もいました。そしてニュージーランドも国境再開のアナウンスメントがありましたね。今の段階では1月からニュージーランド永住権保持者がオーストラリアに行けるようになります。そして2月からはニュージーランド人がいろんな世界に行けるようになります。そして4月からはニュージーランドの永住権保持者以外、ビザを持っている人なども海外に行けるようになるプランとなっています。ただオミクロンの発生により、今はまだその計画がしっかりと時間通りに進んでいるのかは分かっていません。またこの発表に関しても1月に再度改めて状況を確認して判断していくとのことです。しかしながら少し残念なことに、ビザ申請の再開が8月まで延期となってしまいました。海外からニュージーランドに来ることを希望している方で、まだビザを持っていない方に関しては、8月からまたその申請が再開される見込みなので、それまで待ちましょう。ロックダウンが明けて数日が経って、少しずつ日常を取り戻しているなと私自身も実感しています。国境に関しても少しずつではありますが、いろいろな発表があり、徐々にではありますが、国境も再開していくのではないかなと思っています。少しでも早くニュージーランドも国境を再開して、また以前のような日常に戻ることを私自身も心から願っています。これからもいろいろな情報を発信していけるように、 YouTube や Instagram、 ホームページなどを通して情報を発信していけたらいいなと思っています。なのでぜひ皆さんもチェックしていてくださいね。皆さんももしニュージーランドに関して気になること、知りたいこと、ニュージーランドの魅力ってどんなものがあるのか知りたい方は、ぜひコメント欄などでもどういうことを知りたいか教えていただけると助かります。
そして私たちニュージーランド留学センターでは学校選びのご相談、ご紹介、サポートなどを行っています。ぜひお問い合わせください。お待ちしています。それではまた次の動画で会いましょう。またー。あなたも一緒にサルウィーリュック。